イクセ君、イクセ君、そろそろ休憩しない？休憩って、まだ来たばっかじゃないか。そうなんだけど、私、お弁当作ってきたの。早く食べないと傷んじゃうし。弁当って、お前な、ピクニックに来たわけじゃないだろ。うん、分かってるけど、でも、たまにはいいかなって。まあ、いいか。食うなら、早く食おうぜ。ちょっと待っててね。な、何を大声出してんだよ。お弁当、忘れてきちゃった。はあ、本当抜けてるな、お前は。ちゃんと入れたと思ったのに。お弁当。泣くな泣くな。しょうがないな。待ってろって。イクセ君、どこ行くの？いいから、そこでおとなしく待ってろよ。よ、お待たせ。あ、帰ってきた。どこ行ってたの？これを作ってきたんだよ。ほれ。あ、お料理だ。え、これどうしたの？だから作ってきたんだよ。そこら辺の材料で、幸いフライパンもあったしな。ほら、食ってみろよ。いただきます。ん、そうか、うまいのか。すっごくおいしい。特にこのお肉。これ、何のお肉なの？そりゃあ、お前、この辺で取れる肉って言ったら、変なハムフンニャ。なに？ああ、いや、なんでもない。喜んでくれて何よりだ。えん？あの、イクセ君は食べないの？なあ、俺はほら、味見でいっぱい食ったからさ。なんで視線をそらすの？ねえ、イクセ君、このお肉。もう満腹か。じゃあ作業に戻るか。いっぱい取るぞ。あー、ちょっと、これ何のお肉なの？イクセ君。